皆様こんにちは、家族収納チャンネルの赤木ゆりです。さて今回は押し入れの収納をご紹介していきたいと思います。もう押し入れの収納っていうとね、結構難しい、もう嫌だって思ってらっしゃる方多いと思うんです。で、私の動画の中でも過去に何度かご紹介したことはあるんですが、今日ご紹介するとこはもうこの初公開になります。で、やっぱりね、押し入れって上手に使えば収納力がすごくあってたくさん入るのでね、いい場所なんですけど、ただどう使っていいのか、こう使い方次第では奥行きがすごく広いから、奥の方に入ってしまうともう何が入ってるのかわからない、もうカオスなんですけどみたいな、そういう風に使っちゃう方も多いです。なので今日は使い方のポイントだったりとか、私がどういうものをね収めているのか、どんな風に収めているのかをちょっと参考にしていただけたら嬉しいなと思います。それではスタート。こちらが我が家の押し入れの収納になります。で、押し入れの収納に関しては天袋と呼ばれる場所、一番天井に近いところね、そして中段、下段っていう風にあるわけですよ。押し入れの使い方のポイントで簡単にお話ししますと、中段が一番よく使うもの、そして下段は頻度が低いものですね。そういったものを収納するといいです。でも押し入れって90センチぐらいとかあって結構奥行きが深いんですよ。じゃあどうやって使ったらいいのかっていうと、奥行きが深いので奥と手前にまた分けてあげるといいです。頻度によってしまうものを分けるということ、奥にはあまり使わないもの、手前にはまだ奥よりは使うものっていうイメージです。そして今我が家ではこういうケースを使っていきます。で、下にねキャスターとかをつけると、手前のもの、そして奥のものって言ってどちらも出し入れが簡単になるんですよ。引き出すだけなので、まあ、こういうキャスターをつけていただくと押し入れ収納なんかはすごく使いやすくなります。この時にポイントなんですけど、前回こっちの下の方とかでは、引き出しの収納にしましたけど、今回は蓋付きの収納ケースを使っています。これをねこうやってスタッキングしてるんです。このランドセルラックがこの隣にあるんだけれども、よく使うものに関しては蓋付きじゃないものが適してるんですよ。なぜならこのまますぐこうやって出し入れができるから。だけどやっぱり押し入れでってしまっておくものっていうのは蓋付きのものの方が適してる。スタッキングもできてたくさん収納力もアップさせることができますし、ホコリも入らないんですよ。これは保管していくものばかりなんでね、なんで蓋付きのものを選んでいます。これ間違えると何でも蓋付きがいいんでしょうって思ってしまうと逆なんですね。そう、あまり使わないものは蓋付きがいいよということね。ここに入っているものっていうのは詳しく説明していくんですが、奥にこんな感じでケース入れてるんですよ。で、この横にも実は本が置いてあったりアルバムが置いてあったりするので、ちょっとこの中身を詳しくご紹介していきたいと思います。それではこの中をねご紹介していきたいと思います。まあ、実際ここはあまりね先ほども言った通り使っていないものが入っているんですけど、まずは手前の方からご紹介していきます。この上からここにパーティー容器が入っています。子供たちがパーティーしたりとかするとき、お友達が集まったりだとかそういうことも多いので、こんな形でパーティーグッズが入っています。ペーパーカップとかね、プラスチックのコップとかお皿とか、なんかそういったのが入ってますね。友達がいっぱい来た時とかにしか使わないので、まあ、こんな形で全部収納をしています。次にモバイルグッズです。まあ、これは携帯電話とかを買ったりするといろんな説明書なりなんかいろいろなものが入ってるわけですよね。 iPhone とかも買い替えていくんですよ。我が家は箱とかが増えちゃうというか、今あるものだけがここにあるんですね。携帯はうち会社も使ってるので子供たちのもあってたくさんあって、でここにこう全部 iPhone とかあと重要書類なんかがこうまとまってるような感じです。モバイル系のものを探そうって思った時は探さなくてもすぐに出せるようにまとめてあるというような感じです。基本的には箱とかおもちゃのやつとか全部捨てちゃうんですけど、これだけは買い替えが多いので、まあ、こんな感じで取ってあるっていうだけですね。さてこちらが季節のパーティーの飾り物みたいな形で入っているんですけど、まあ、こっちはこういうペーパーみたいなもの、これ IKEA とかですごい可愛いのがいっぱい売ってるんですよね。女子のパーティーの時と男の子用とかいろいろ種類ごとに分かれていたりとかしますね。季節物なのでガーラントとか季節の置物とか、まあ、これはね靴の箱、そういうのを使って種類ごとに分けています。
これもすぐに出せるようにっていうことでね、季節の置物とかが入っていますし、年一ぐらいしか使わないですけど、でも出したいなって思う時にはすぐに出せるようにしています。あとは我が家いろんな風船を飾ったりとか、ガーラントみたいなものとか、こういういろんなパーティーグッズが、まあ、こんなとこにまとめてジップロックに入れて、ね、収納をしています。こういうタイのめでたい、なんでここを開ければ大体入ってるかな。こういうパーティーとかに使うようなこういう敷物、こういうのとかも入ってます。はい、この一番下にはクリスマスグッズって書いてあるんですけど、季節のクリスマス用品が入っています。クリスマスツリーとかは大きいのは押し入れの上に置いてあるんですけど、小物とかですよね、飾り付けとかこういうのとかね、飾ったりしますよね。まあこうやって袋とかに入れて、まあ、ひとまとめにするとクリスマスのものを飾りたいなっていう時に全部こうやって出してきて飾り付けをしてっていうのがとても簡単に準備ができるようになるので、まあ、ひとまとめに収納しています。さてこの奥には実はこんな形でですね、押し入れの横に本棚がね、これニトリさんのやつですね。で奥にアルバムが、私たちのアルバムがあるんですけど、まあ、このね横のところがすごくデッドスペースになってるんですけど、本とかは出しているものと出してないものがあって、こっちはもうほとんど、まあ、今読まない、たまに読みたいものが、まあ、このデッドスペースのとこにあるんですね。さてこちらの上の方に行くとカーテンとコード類っていう感じで入ってます。まあ、これ今延長コード結構出してしまったり事務所に持ってっちゃってるんで今あんまないんですけど、こうやって延長コードがまとまっていたりします。まあ、増えたりとか減ったりしますけど、この中にコード類があれば入れていくような感じですかね。こういうのも出したいなって思った時に探すのが嫌なので、まあ、すぐ誰でも分かるように管理をしています。あとはカーテンですね、ピンクとか、まあ、今は使わないかなっていうので、今グレー系に変えてたりするので、お部屋ね模様替えとかしたらこっちになるかもしれない。さてその下がアルバムです。家庭で一番増えるのがアルバムだったりとかすると思うんですけど、我が家は子供たちのアルバムと下が結婚式のアルバムみたいな形で2段あるんですよ。もうこれこそそんなに出すことも少ないので、木のアルバムとかいっぱいあるのでそう、ここにひとまとめになっているような感じですね。まあ、保育園のやつはまた保育園でこれ1冊とかそんな感じです。お兄ちゃんも保育園で1冊っていう感じでまとまっています。作品のところとかでもご紹介してるかな、これは子供たちのアルバムですね。そしてこの下、これ結構重たいんですけど、キャスターがついてるのでね、一応出し入れは簡単にできます。はい、こちらが結婚式のアルバムです。思い出の品とかはこうやって本当にひとまとめになっているような感じで、お見せできないけどビデオとかね、まあ、ビデオとかじゃない DVD かなんかもうこれ全部アルバムからみんなに書いてもらった寄せ書きとか、こんな感じでねひとまとめになってる、思い出ボックスっていう感じでこうやって一つにまとめてるんですよね。なんでまあこれ以上このアルバムが増えることもないですし、見たい時とかはここから出してきて見るような形でまとめています。はい、今日は押し入れの収納をご覧いただきましたけど、いかがでしたか。奥行きが90センチぐらいあってすごく難しい場所なんですけど、キャスターをつけたりだとかで工夫するとすごく取り出しやすくなるんだなっていうのを見ていただけたと思います。やっぱりコツみたいなのがあるんですよ、押し入れに関しては。そういったポイントなんかを押さえていただければ、自分の家の中の収納っていうのもね上手に使いこなせると思いますので、ぜひ参考になるところありましたらお試しください。今日の動画が良かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。赤くゆり初の収納本が出版されます。900万回再生された YouTube100 本以上の収納ノウハウがこの一冊に。仕組みを知ればもうお片付けで頑張らなくていい。浮かせる、立たせる、寝かせるでどんな家も片付く新しい収納の教科書、全国の書店にて絶賛発売中。詳細は概要欄から。仕事、家庭、子育てとやらなければいけないことをこなすだけの毎日じゃもったいない。ママでもなりたい私になるワーキングマザーの手帳。一度きりの人生を自分でデザインしてみませんか。ワクワクする未来を書き出して売れない自分になる私らしさ手帳、絶賛発売中。そして一緒に使うとさらに効果的な売れない自分を見つけられる私らしさノートができました。
人に流されてしまったり、自分を我慢させていることはありませんか？私の好きを切り張りして、ブレない軸を手に入れることができるノートです。手帳、ノートの詳細は概要欄から。